四日市火力発電所は、三重県四日市市サブロー町一番地にあるジェラの天然ガス火力発電所。1963年に1から3号機が運転を開始、1988年に4号系列が増設された。4号系列は、中部電力として初めてコンバインドサイクル発電方式を採用した。1から3号機の使用燃料は、 当初重油だったが、ナフサ、原油を経て、現在は LNG を使用している。1、2号機は2016年4月より、長期計画停止となり、2017年12月26日に、廃止された。3号機は、2018年12月19日に、廃止された。2019年4月、中部電力からジェラに移管された。2020年5月8日、 四日市火力発電所構内において中部電力がバイオマス発電所の営業運転を開始した四日市バイオマス発電所は四日市火力発電所構内にある中部電力のバイオマス発電所2017年5月再生可能エネルギーの開発の一環として中部電力発となる木質バイオマス燃料100% 戦勝発電設備を新たに設置することが発表された。2018年5月、四日市バイオマス発電所の工事が着工され、2020年5月8日に営業運転が開始された。2010年12月8日、東発電所構内にある変電所の開閉設備で不具合が発生し、愛知県の西部、三重県の北部及び岐阜県の西部を中心とした。 供給電力の電圧が瞬間的に低下する事象が発生した。そのためあたり発電所から電力を供給している地域内の工場において生産ラインが停止するなどの被害が出た。ありがとうございます。